体調とは動物の体の長さのこと。何をもって体の長さとするかは動物によって異なり、また同じ動物でも計測者によって違う場合がある。そうじて体調という言葉は広く使われているが様々長い年を含んでおり、このため成長解析や識別のためには体調という言い方を避けることがある。また体調という言葉がない動物や逆に 体調が正確に定義されている動物もある。哺乳類、トカゲ、サンショウオのように、王を持つ動物の場合、動物学では頭頭長を持って体調とする。頭頭長とは、王を含めない体の長さであり、前兆から王の長さを引いたものである。前兆は、頭部の先端から王の先端までの長さを指す。動物の椎骨と頭骨を伸ばして、直線状にして計測する。 具体的には、動物を水平な場所で仰向けにし、分担から微端までの長さを測る。この時、尾の体毛の長さは含めない。一般に、動物は、様々な理由で尾を損傷することがある。そのため、動物の成長解析など、何かしらの指標として、体の長さを使う場合、同種の同例の個体であっても尾を含めた前兆には、欠損によるばらつきが大きい。 従って、尾を含めない、灯道町を指標として用いることが多い。灯道町は、分端から尾の根元までの長さであるが、直接計測するよりも、前兆からお長を引いたものを灯道町とする方が、正確である。尾長は、尾の根元から尾端までの長さである。やはり毛は含めない。尾の根元とは、最初のお椎骨の位置であるが、肛門から先を落とする場合も多い。 これらの動物の場合、動物学では東道町をもってして、体調とするのが正式であり、前兆と体調とは明確に区別されているのだが、一般的に前兆を体調と呼んでいる場合が少なからずある。さらに、動物の生きている時の姿勢での長さ、すなわち、ネズミなどの場合、脊椎が湾曲した状態、鹿などの場合、頸椎が直立し頭骨が水平になっている。 状態での長さを体長と呼んでいる場合すらある。巨類の場合、分担から、尾びれ末端までを全長と呼ぶが、体などのように二座状の尾びれを持つ場合、尾びれを自然に広げた状態か、自然にすぼめた状態かで全長が変わる。これは計測者によっても異なるが、基本的には、自然に広げた状態である。二座状の尾びれを持つ魚では、尾びれ末端は欠損しやすいので、 尾びれの中央の一番くぼんだ部分を基準としたお砂蝶が使われることもある。魚の尾びれは破損しやすいので、魚類学や水産学では全蝶の代わりに標準体蝶が使われることも多い。標準体蝶とは、粉炭からおつか部の椎骨の末端までの長さである。外見からは水平な台の上に置いた魚体の尾びれの付け根の肉が薄くなっている部分で、 骨がないために、そこから尾びれを急角度に折り曲げることができる部分が、椎骨の末端に当たる。なお、標準体調を省略して、体調と呼ぶことは、好ましくない。標準体調はあくまで標準体調であり、これは、英語のスタンダードレングスを日本語に翻訳したもので、言語には、ボディという単語はない。また、チゴダラやソコダラの仲間のように、 体の後方が先細りになっていて採集する際に、ちぎれやすい魚種の場合には、粉炭から肛門までの長さを持って、肛門前腸として指標に用いる場合もある。その他にも、種と目的によって様々な計測法がある。魚類では、水産学や生物学的な研究のための測定法と、釣りでの測定法とでは、内容が異なる場合がある。なお、尾がないカエルの場合は、 分担から総配出口までの長さが全長であり、体長である。すなわち全長イコール体長である。人間の直立時の体の高さは、身長という。ただし、人間以外の動物に対して、身長を使うのは誤りである。なお、怪獣のゴジラのデータには、身長が使われていることがある。 これはゴジラが直立しているため、身長を使った方が高さを正確に表せるためと考えられる。また、対抗が使われる場合もある。ありがとうございます。